今準備してるからもうちょっと待っててね。出発進行。何を取っているのかしら。そうね、待ったわ。謝る必要はないわ。私が早く着きすぎただけだから。次の話をするのは気が早いわよ。そうね、割と何でも見る方よ。任せるわ。いいんじゃない？ほら、気に入らなかったの？私は結構面白かったって。どうして？何か問題でもあったかしら？仕方ないわ。12000年も経ってるんだもの。別れのシーンは感動的だったわよ。別にいいじゃない。異性間の恋愛しか認めないなんて時代遅れも甚だしいわ。は？何それ。あなたはどっち？バカね、冗談に決まってるじゃない。何もプランがないならお開きにしましょうか。私は別に。まるで中年のような発言ね。あなた本当に高校2年生？浴場したオスの間違いじゃなくて？放っておくとどこまでも増長するタイプなのね。よくわかったわ。どうしたの？急にお礼なんて。そういうことなら私も楽しかったわよ。私もあなたのことはよく知らないわ。こちらこそよろしく。報道部部長としてあなたには期待してるわ。あら、もうこんな時間。ごめんなさい、そろそろ失礼するわ。
わざわざ見送りしてくれなくてもよかったね。本日は夢島電鉄をご利用いただきありがとうございました。なお、この電車は折り返し本土行き電車となりました。